三浦亀時は、江戸時代前期から中期にかけての奇襲藩があ三浦長戸守屋第二代当主。官位は、十五位下、長戸守。おばは、徳川頼信の聖母、陽多満員慶長十四年五月二十日、三浦亀春の三男として、日立国茨城軍三戸で生まれる。幼名は万之助。慶長十六年に、駿河国に移り、慶長二十年に、 おばの用玉院の面前で、いとこの徳川頼信に敗越。玄那5年の頼信の,の奇襲天保に、父と共に同行し、左婚証言を称する。玄那7年23歳で、頼信に仕える。玄那9年には、頼信の,の友をして上落し、翌寛永元年1月に、大御所、徳川秀忠、第三代将軍、家光に敗越する。同年、 父の隠居により家督相続し、自身の二千国と合わせて、企業一万国となる。寛永三年によりのの友をして上落し、ごみ頭を天皇の二条上行行に愚部する。同年七月三十日により信のの面前で元服。寛永九年、養主院の養女と婚姻。寛永十二年に、不可老、安藤直司が死去すると、維持の潜伏丸は養少であったため、 頼信の,の命によりため時は、不可水野重吉と共に大郎として、反省を任されることとなった。官営14年1月5日、15位した長戸守に任官し、同年1月21日に、江戸城で将軍、家光に廃慮した後、和歌山に帰国。城元年に、父、とめが死去すると、 頼信は、ための隠居領五千国をため時に与えるとした、自家状を出したが、ため時がこれを誇示したため、翌上を二年に頼信の使死者として、彦坂八郎衛門が和歌山に下校し、いにしえの五千国は、東昇真君の命ずるところなり、後の五千国は、大徳院伝の命ずるところなり、今の五千国は二品初めて賜うところなり、自すべからず、と命じたところ、 ため時は、ついにこれを排除して、治療一万五千国となった。同年、不我老、安藤疑問が厳伏したため、ため時は、大老の辞任を願い出たが、漢文七年に再度辞任を願い出るまでより伸ぶの、許しは得られなかった。遠方四年十一月十一日、死去、去年六十八、墓所は、和歌山県和歌山市の両法寺。 家督は嫡男、ためた氏が継いだ。ありがとうございます。